はい、現在日本屈指のスピリチュアルエリア、うん、宮古島からお届けしております、はいはい、なんともう霊感バリバリに強い伊藤さんと一緒にいるんですけど、ちなみに、はい、今この場所とかにいたりしますか？全然見てなかった。なんかバタバタしてて、うん、なんか普段あんまり見ようとはしないので、うん、見てなかったりするんですけど、はい、なんかでも本当にいるとこはそこにいたりとかで、今見た感じではなんかいないですね。あ、そうですか、はい、ちなみにその浮遊霊を見るときと守護霊とかを見るときってまたモードを切り替えたりするんですか？あ、違いますね。そうですね、なんかあの守護霊とかその人の前世を見るときはご本人の名前をいただいてから、はい、そこで呼びかけると なんかしないけど誰かしら来てくれて何かを言ってくれたりするんですよ。へで、まあ、前世を見るのまた全然違う。前世はその人の頭の中に入っていく感じ、はい、で浮遊霊とか見るときって、まあ、歩いてて偶然ただ本当に普通に波長があって見えちゃう時と、はい、まあ、こういう今いろいろなんかお仕事いただいて見てくださいみたいな時は、うん、はい、もうこっちから合わせに行って見に行ったりとか、うんうん、なんか別々なんかちょっと違いますよね、うん、でなんかね合わせなくても見やすい時があって、風邪ひいてたり、うん、体調が悪いと、うん、肉体的に死に近づいてるじゃないですか、はい、そういう時めっちゃ見えるんですよ。あ、そうなんですね。私入院したくないんです、怖くて。ああの病院にはそもそも多いし、そうですよ、ね、体調不良でみたいな、そうなんですよ、いろいろ重なるんですね。うん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 、病院でどんな幽霊見たことあります？いや私は見たことないん、要はそのあまり病院が怖くて行かないので、うん、見たことないんですけど、眼科とかは大丈夫ですよね？あ、眼科とかにね、大丈夫。総合病院ってことですよね。総合病院で、いや、はい、泊まりたくはないなと思いながら、はい、まあ、でも極力見ないようにしてるんで、うん、そうですね、あんま見たことないかも。ただなんかあの、まあ、病院関連でお葬式に行くことありますよね。大体、うん、皆さん自分の焼かれた骨を見に来るんですよ。あー、でもそれ分かる、私も絶対やると思う。いますよね。なんかあーって、うん、なんか見てるなーっていうのを何回か見たりとか。へー、うん、どの辺で見てるんですか？いや、本当みんなが拾ってる時にこうやってはーこうなったかみたいな顔で見てたりとか。面白い。とか、まあ、あの突然亡くなっちゃった方は怒ってたりとか、なんかその悔いがありすぎたんじゃないかな、はい、うん、とかそういう場面によく出くわすので、うん、お葬式になると。でやっぱ一応お葬式は遠くから、うん、見つけてほしいかどうかわからないので、はい、なんとなく見てるって感じになりますね。あ、来てるわとか、あ、この人来なかったなとか。あ、はい、その火葬場だけじゃなくて、うん、葬儀場にも結構いることが多いんですね、ご本人が。なんかどこにあの親族であの人見当たらないねぐらいの感覚でどこにいるかわかんないんですよ。あ、なるほど、うん、ただ一番のポイントは多分骨になった時見に来たがってなんか骨って言っちゃいけないんですけどなんかそういうなんだろうポイントで見つけやすいっていうか、あとお別れの挨拶の時とかも、はい、なんか、まあ、いる人もいるし、うんうん、なんかやっぱ見えやすいポイント、はい、いたいたっていうポイントはあります。へー火葬場ちょっとチェックですね。チェック私も自分がなったら骨見るんだろうなとか思いながら、うんうん、なんかその時の気持ちになってみたいなと思いながらね。確かにお葬式は出てましたね。なるほど。じゃあ、うん、葬儀場であの受付に立ってるわけじゃないんですね。そんなみんなをかしこまって待ってそういう余裕はない気がするんですけど、なんか余裕がある人は見に来てるんだと思う。余裕がない人は本当に余裕がないまま見にも来れてないのかなっていう気はしてます。うん、余裕がないというのはどういう意味なんですか？余裕が一回だけ私あのそのなんだろうもう二度とやらないって決めてることがあって、その
四十九日の意味わかんないんですけど、うん、あの友達で家族が事故に遭われた方がいて、はい、でどうしても見てほしいと言われて、うん、でも私その事故直後の人ってその時まだそのどうなんだろうって経験がなかったんですね、うん、でも事故直後ででもその私の友達だったんで見てほしいって言うから、でまだ四十九日も終わってないじゃないですか、その葬式もそうですし、はい、うん、だからなんだけど合わせに行ったんですね。そうすると向こうはなんか真っ暗闇の中にたった一人なんかこう知らん人が来てるぐらいの、うん、でなんかその人になんか何がどうなってるか分かんないし、なんでお前がいるんだって、うんうん、なんで俺はぐちゃぐちゃなんだみたいな話を、うん、もう罵声ですよね、うんうん、浴びせられて、うん、で私はもうその段階でなんか亡くなっちゃったって言えなかったんですよ、うん、その人に、うん、あんまりにも要はその死を受け入れられてない状態を私が告げるのってどうなんだろうって思って、うん、その時のことをずっと後悔していて、それから四十九日が終わるまで、うん、私はもうそういう幽霊どんなこと言われてもアクセスしないようにしてるんですよ、うん、後悔してるっていうのは言ってあげた方が良かったのではってことですか、あったことそのもの、なんか倫理的な感覚でその対峙してみないと分かんないと思うんですけど、私は神様でも何でもないのに、うんうん、なるほどね急に彼の元に来て、はい、うん、で今目の前に自分がぐちゃぐちゃになっている状態を受け入れてない人に、うん、こんなまだ年も20代だったんで、うん、自分だったらどう思いますか、小娘に、うん、あなた死んでますよって言われたら腹が立ちますよねみたいな、そうですよね、なんかそういうもう対人として考えて対峙して、なんかもしも私がすごく神々しいおばあさんだったらまだ言う、はい、うん、言って向こうも、うん、なんかそこら辺の人から来たのかなって思ってもらえるけど、うん、貫禄がね必要ですよね、貫禄がなかったし20代だったし、うん、しかもそのなんだろう、その人より年下なわけで、うん、私これなんか 言える立場じゃないのに、うん、勝手に覗いてなんでお前来たんだってなるよなって言って、なんかだからもう経験不足でと申し訳なさで落ち込んで、だけど最後に一つその弟さんが悲しんでるので、うん、何かもし空に行かれる時、空があるのか私は分からないんですけど、なんか分かるようにしてあげてくださいっていうのだけ伝えて、で去ったんですけど、そうしたらその病室で意識不明からその何でしょう、その時に弟さんが、その人が空を見てたら一本だけミサイルみたいにヒューって空に光が上がってったって言って、うん、その時からその何だろう、意識不明状態から死亡が確認されて、で一応なんかあんなに怒ってたけど約束は守ってもらえたんだなっていう話が、うん、ありましたね。そういう経験があって、うん、なんだろう、辛かったというか、なんか、うん、人の死に直面するっていう仕事でもあるから、うん、仕事なの？毎回そういう場面も多いので、うん、なんかそこからいろいろ四十九日前は見るのやめよう、うん、多分四十九日の間に人が納得できる何かしらのシステムが、多分そのもしその天国とか、はい、あの世があるんだったらある気がするんですよ。そうですよね、うん、結構その宗派またいでも四十九日とかだいたいそのぐらいの期間、ね、どこでも割と同じぐらいなんですよね、うん、誰かが迎えに来るのか何かあるか分からなくて、あと、まあ、閻魔大王のところに行くまでが四十九日っていう話もありますし、あ、なるほどね、まあ、何らかのプロセスの期間として設けられてる、何かこう恐怖を取り除かれるのか、うん、何かあるのか、だからうちの親族でも亡くなって言っている方が多いんですけど、そこで一番口の軽いあのなんだろう、ワイコさんって言ったんですよ。こいつなら聞けるな、はい、何が起こってるかって思って、うん、ワイコさんが
この家族で集まったけど降りてきた時に、はい、その時にずっと喘息だったからビールが飲みたいとか言ってたから、なんかビールお供えして、それでね、なんかもしあるなら上で何やってるのって聞いたんですよ、うん、そしたらなんか、あ、え、そ、え、うーんとか言ってごまかしてスッて消えちゃったんですよ。教えてくんないみたいな、なんか教えると死にたくなるぐらいいいことなんじゃないかあって思うんですよ。なんでそう思うかって、私幽体離脱した時に、うん、なんか思春期は精神が不安定で、なんかもう好き勝手抜けられたんですよ、うんうん、そんでもうなんかたまにこう魂の入りが悪いなって日があったりとか、うん、なんかそういう風に遊んでたんですけど、重力を感じないってすっごい気持ちいいんですよ、うん、私も幽体離脱経験あるんで、はい、あの私練習してできるようになったタイプで、はあ、あの私そう練習の仕方とか漫画に描けました。あ、本当ですか。なので、あの一時期は、はい、一番できてた時は本当にやりたい時にいつでも出れたし、一緒です、ね、やりたくない時でも出ちゃう、勝手にもう出癖がついてた時があって、危なくなりますよね、はい、うん、ふわっと出ちゃうんですよね。でもやっぱりそうすると風邪ひいてる時とか体調悪い時に出るとすっごい楽だなっていうのは感じてて、体から離れるからね、全ての痛みが消えるじゃないですか、ですよね。そうね、よかった。なんか経験、うん、だから経験者と話すと、はい、やっぱ重力ないってすごいよね、すごい、体の痛みがないってすごいよねみたいな話を、空飛ぶと気持ちいいよね、うんうん、でもうまく飛べなくないですか、なんかうまくは飛べないですし、うん、歩く、歩くのも摩擦がないからね、そう、あ、いやでもなんか私は、うん、なんだろう、それこそ海の中歩いてるみたいな、ちょっと重みを感じるんですよね、わかります、なかなか歩けないみたいな、うん、で飛び始めちゃうとビューンって行く時もあるんですけど、それで大気圏の方まで行って、はい、そしたらおじさんがいたんですよ、はい、空の真上に、はい、で、あ、なんでこんな、もう何にもない、本当月が一番近いぐらいの場所で、知らないおじさんに会うと怖いですよ。あ、わかります。わかります、はい、でおじさんと目があって、でもしや彼が先に帰っちゃった、私の体おじさんになっちゃうと思って、慌てて戻って、そこからなんかあの幽体離脱が怖くなってやらなくなったんですけど、うん、なんかその都市伝説系の話で、その何、大気圏のところにはなんか見張り役の宇宙人がいる、あ、それか、聞いたことあります？ないです。なんかそういう話が結構、はい、その有名で、はい、だから私が会ったおじさんは実はそのなんだろう、その地球を見守るその何でガードマンみたいなおじさん、うん、宇宙人だったのかなとか、うん、ちょっと思いましたね。すごい、会ってみたいです。てか大気圏までまだ行ったことないですね、うん、なんかもう宇宙をイメージしてようやくなんか宇宙空間っぽいなってとこに行ったことはあるんですけど、うん、なんかしっかり幽体離脱して行った時と、なんかパッとちょっとなんて言うんですかね、日本って言っちゃう時ありますよね。そうなんです、うん、それって明晰夢に近いんですよね。だからあのピュッて行っちゃう場合って、うん、幽体離脱してる時ってやっぱ肉体伴うっていうか、ちゃんとこうプロセス踏む、うんうん、踏んで経験としていけるじゃないですか。動きづらいからゆっくり動いてみたいになりますよね。明晰夢でしかまだ多分行けてないですね、うん、でもなんかそんな体験されてるんだったら、なんか幽霊も見えそうなのに、はい、見たことはあるんですけど、うん、そんなにずっと見てるわけではないです。あ、なるほどね、はい、ということで、はい、はいはいはい、続きはまだまだあるみたいですけど、そうですね、はい、みチャンネルさんとヤバイ帝国、はい、そしてデイトナチャンネルの登録よろしくお願いします、はい。